ザ・ライフスパイス、ライフスパイスザ、ライフスパイス、ザ・ライフスパイスンオンライン、もっと知りたい山口の暮らしーー生配信をご覧の皆さん、こんばんは。 えー、F.M. 山口のパーソナリティ、えー、山口県出身です。ヤマトヨシコと申します。えー、この後夜9時まで、えー、これから60分どうぞお付き合いください。えー、この時間は山口にあります F.M. 山口の第二スタジオから The Life Spice Online、もっと知りたい山口の暮らしというね、えー、タイトルでお届けしてまいります。えー、私自身はですね山口で生まれ育ちましたがまあよくあるパターン高校卒業してあの大阪に進学してそのまままあ大阪でしゅ 就職っいう形を取ったんですけれども、まあラジオパーソナリティ志望でで大阪のラジオ局でまあオーディションを受かりまして、でその後まあふるさとに帰ってくる機会があったのでえここふるさとでフリーランスとしてラジオパーソナリティラジオ DJ として今も活動をしております。え私の番組月曜日から木曜日まで午後三時から先ほどもやってました六時五十五分まで毎日生放送で山口県域にお届けしている番組なんですけれどコージネスというタイトルです。えそのコージネスの中四時 次第にという、まあ、あのリスナーの皆さんの暮らしが豊かになるようなその情報を毎日お届けするコーナーがあるんですが、えー、そのコーナーを、まあ、オンラインという形で拡大をしてですね山口県特に山口市にご興味をお持ちの方のために、えー、今日もね山口の情報山口のマ、まあ 暮らし山口とはどんな街なのかえそして山口でどんなお仕事ができるそんな可能性があるのかとかえ住みやすさはどうなのかといったアプローチで今日もたっぷりねお伝えしてまいりますではですねまずちょっと早速ゲストの方をここでご紹介したいと思います山口に転職移住された松原浩二さんです松原さんこんばんはこんばんはよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします あの松原さんの場合って、転職といいましても、あの自らまあ創業をね、ね、えー、企業創業をされていらっしゃるんですが、あのご職業を教えてください。はいえー、新山口駅の,、はい、の近い、えー、ホテルの1階で 1>、はいえー、レストランをしております。 えー、ダイニング鉄板焼き桜と言います、はいえー、のオーナーシェフでいらっしゃる松原さん非常に長いキャリアあの広島の、ね、某ホテルでも長い間その、まあ、料理人として、ね、ずっとあの厨房に立っていらっしゃる今ももちろんあの素晴らしい料理を長きにわたって作られる方なんですけども今のそのお店新山口駅の前にあります、えー、ホテルアムゼ新山口1階にダイニング鉄板焼さくらという、ね、飲食店を構えていらっしゃるんですがどんな料理を普段提供されてるんですか、はいえー 朝は6時から、はいまあ、収穫のお客様のための朝食前、でお昼、夜ですね、はいえー、鉄板焼きを使いました、はい、あステーキ、ハンバーグをー作ってまして、あと、本格的といいますか、うん、あのピザあの、ピッツァですね、ピあと、テイクアウトのハン。 テイクアウトのお弁当とかも販売してますああこの時代に合わせたテイクアウトのお弁当もあるということなんですね、はいまあ、ホテル併設ですからどうしてもほら朝早くてランチもやってそして夜もなさるということで、はい、なかなかの,、まあね、あの稼働時間ですねええー、<laughs> 朝6時から、えー、夜10時まで,でおーお,ーお,ーおーやっぱやはり料理,料理人っていう職業がお好きなわけですよね ああやっぱり面面白白いいでですすよねああそうですかその長きにあたって広島でねあの、まあ、ホテルなどで料理人をされてこられた松原さんがなぜこのじゃあ山口県は山口市の小郡新幹線口の,その、まあ、陸の玄関口という場所を選ばれてそこでお店を出されたのかという話も後ほどたっぷり伺ってまいりたいと思います。 えー、またオンラインセミナーに参加されている皆さんにちょっとここでねご案内があるんですけれども途中、あのー、いろいろ聞かれてって、えー、あちょっとこんなこと聞いてみたいなとか質問があるなと思われた方は遠慮なくコメント欄に書き込まれてください私どもが拾ってですねまたこの生配信中にご紹介できたらなと思っております、えー、そしてこの配信終了予定時間はこのあと午後9時ではございますが配信終了後アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で5名の方になんとなんとですね、えー ダイニング鉄板焼きさくらの、ま、松原さんが実際に作られたものなんですけれどもローストチキン1.2キロをですねプレゼントをさせていただきますあ喜んでる <laughs> <laughs> ありがとうございますローストチキンあの大変ねあの美味しいローストチキンでございますこちらをあのプレゼントさせていただきますちょっと今絵が出てますがこれちょっとこだわりを教えてもらえますかはいあのー 粗挽き天日塩あと、うん、ガーリックあとスパイスを効かしたですね。ソミュールっていう塩水を塩水にチキンを一晩つい漬け込みまして、えー、で、えー、180度のスチームコンベクションで、うんえー、しっとりとゆっくりあの焼き上げます。ソースがあーいらない、らな えー、ジューシーなローストチキンになります。それはその海水ってご水に海水じゃなくて塩水ですね。うんはい、すみません、海の水じゃありません。うん、えっとえ塩水に浸き込んでるからこそのそのまま食べられるって感じなんです、ね。そうですね。えー、あのすごく柔らかいですね。ええー、おいしいぞ。これ今ご覧になってらっしゃる皆さん、えー、この生配信の後ぜひアンケートにお答えください。あなたが当たるかもしれません。アンケートお待ちしております。ではこの後午後9時まで配信してまいります。どうぞ。 ゆったりとしたお気持ちでお付き合いください。ザライフスパイスオンライン、もっと知りたい山口の暮らし。 FM 山口本社第二スタジオからお届けしております。ザ・ライフ・スパイス・オンライン。もっと知りたい山口の暮らしでは、本日のトークテーマご紹介しましょう。こちらです。地方の小さな町かもしれないけれど、意外とチャンスはあるです。 では松原さんこの時間からも引き続きよろしくお願いいたしますちょっと松原さんのプロフィールご紹介しますね、えー、山口県は九田松市ご出身です九松というのは山口市よりも広島寄りにある、えー、瀬戸内側にのねの町で市でございます九、えー、田松市ご出身で現在55歳でいらっしゃいます九田松工業高校をご卒業された後は大阪の調理師学校に進学されこれあの有名な学校ですよねきっとね ですよねはいそうですねはいあのもう有名なととこだと思います <laughs> でその後、えー、有名ホテルのシェフなど、えー、広島で長年勤められた後今からおよそ1年半前に山口に移住されてお店を開業されたという、えー、こういうキャリアをお持ちの方でいらっしゃいます。ご出身下松なんですがじゃあ、はい、まあ大阪の調理学校に行かれてずっとその後広島だったんですかほほほぼほぼ広島ででね、えー、1年ほどあの出向大阪に 大阪大阪本社勤務がありましたが、うんはい、でまた戻ってきまして、ええ、であの結婚したりしてずっともう広島におりました。ずっとホテルですか、うん、大体？そうですね。あと、えー、ほぼほぼホテルで、あの開業する前の2年は、ええ、2> あのちょっと呉の大きな会社の 食堂部に入ってました。ああ、そうなんですね。はい、あ、でも大人数をこう相手にすると言いましょうか。はい、一気に何百人分をこう作っていくって言ったことも、うん、おそらくご経験されていらっしゃいますから、時間との勝負ですよね。あ、そうですね。ねあのうん。 そこが一番大事じゃなないいかなと思います、ねね、逆算ですよね、お料理を出すっていうのはね。で、今、山口市は、えー、小郡、これ新山口駅、新幹線が止まる駅のすぐ近くにお店出されていらっしゃるんですけども、はい、あの選ばれた町がそのふるさとの下町市ではなくって、その山口で開業なさるまでのその経緯って、ちょっと教えてもらっていいですか。はい、あののー、山口市の ホテルのオーナーさんが、はい、あの鉄板焼きのできる人を探していらっしゃいまして、えー、であの知人のシェフから松原さん、山口出身なんで、うん、どうですかみたいううな軽い感じでちょっと、えー、であのそのホテルのですね立地とかですねああとあの、うんまあ、物件、店舗とか。はい ああとまああの周辺ですよね、水系の環境とかをいろいろこう調べると、これはすごく面白いんじゃないかなと,あ<ー>と言いますか、あのビジネスになるんじゃないかなと。なるほど、はい、今、立地とおっしゃいましたが、その立地に大きなメリットを感じられたわけですよね、はい、そのメリットって、どことどことどこ、ここがか輝いて見えたってのを教えてもらっていいですかまず新幹線口に近いこと。でですねであのー その新幹線の駅もあの桜やああのしあの結構止まったりしますね。そうですね。のぞみ桜、柔、はい、らかいの止まりますね。で山口市は、うん、あの山口県の県庁所在地でもありまして、すね、はい。まあ山口市自体がこう山口県の中心にありますから、そう本当どど真ん中にあります。そういうのもこう含めてこれはあまあ、人口とかもですね。はい。はい。まああの その山口市周辺、まあ半径20キロ範囲ぐらいに人口約50万人ぐらいが住んでらっしゃいますので、そういうのも含めて、ここはって思いましたね,ね。人が集まる場所かどうか、そしてもともと,もとお住まいでかのお住まいの方が50万人もいるってまあそういったところをしっかりリサーチをなさったということですが、やっぱり飲食店になると、やっぱり人口っていうの大きいですよね。あ、あそれはやっぱりあの、うん 大きな今あのその立地とおっしゃいましたけれども山口市の小郡という地域というのはどういった地域かと言いますと JR 新山口駅新幹線が止まる駅で私ども地元民ですらもやっぱりこう陸の玄関口ということでやっぱりこう人が、まあ、集客力というかねあの人が集まる街というそんな印象のところに今、うん、レストランお店を構えていらっしゃるんですけれどもこの小郡新山口駅界隈はこれからどういうふうに発展していくかと 説明するならばですね、あの私実はあの FM 山口の。 そのお昼の番組コージネスを月火水木午後3時から6時55分まで生放送でその今言っているおごりという場所に新しくスタジオが4年前にできたんですけどそこから出してるんですよなのでこうね、えー、キャリーケースを持たれて歩かれる方とか、えー、帰省された方とかいろんな方をこう見ながら大きな窓ガラス越して生放送やってるんですねまさに私も毎日おごりにいるんですが、えー、その、えー、おごり、えー、KDDI 維新ホールといって2000人が集客できるホールというのが去年の夏に えー、オープンしたという点が1点がまたそのホールだけではなくて、えー、ビジネスをこれからやっていこうというコワーキングスペース巡り場、まあ、こういったものも併設されていたりとか、えー、またはフィットネスクラブだったりとか病院だったりとかとにかくいろんなものが集積しているエリアであるっていうところが非常に魅力的な場所でございましてだからま,また今後2024年にはなるんですけれども新しくホテルができたりマンションができたり今以上にその、まあ、人が住まうまた人が がが集中するるでであろろろういうととといここ予測される地域だから、そこに大きな魅力を感じたと、はい、いうのが松原さんの今のお話でございます。で、じゃあ、その知り合いの方からね、ちょっと鉄板焼きができる人、そのお店出してみないかというお話があって、ええ、出店に至るまでのいろんな思いの変化とか、経緯とかあったと思うんですが、はい、そのあたり、教えててもらっいいいですかはいはい、あのー、オープンしたのは2020年の10月になります。あそうですかはい、はい で知人から話を聞いたのが、あその2020年の4月。え、結構だ半年ぐらいですか？そうですね。話があって半年でもオープンされたんですね。はい。わトントン拍子というか早いペースですね。まずやっぱりあのあこのまあまあ物件と言いますかこの店舗は、うんうん、あのぜひやりたいと。<ー>ええ。もうあの もあるし、あの他の人には取られたくないなと。それほどまでに、はい、ホテルのその中にあったレストランの店舗が魅力的だったんですか。はい、ああそうなんですね。ただあのコロナがこんなにあの収束しないとは思いませんでしたが。2020年4月とから2020年10月でもうコロナのまだコロナがよく分かってない頃ですよね。ああそうですね。 何なんだこれはってみんな自粛自粛自粛モードだったでしょ、うんはい、でもよくその時にご決断されましたねそうですね、うん、やっぱりあのー、こう、ま、ピンと来てみたら勘で言うのもちょっとあれなんですけどうん、うん、でも本当にこうあの行きたいとあ,<っ>あのこ,ここで。 お店をやりたいと。やりたいというお気持ちの方が強かった。ですねそうなんですね。はい、あの、今、ホテル、まあ、ホテルアムゼ新山口というホテルが、うん、まあ、もともとあったんですよね。はい、で、その中にレストランがあった。そ、その時には、あの、そのさくらさんの。ではない、別の、その飲食店は営業されてたんですか。あの。ホテルの直営店で、名前もさくらでしたあ。あ、最初からそうだったんですか。はい、で、朝食と夜の、うん。 宿泊のお客様用の,あの夕食と、はい、もうそれしかやってないような感じでしたね。なるほどじゃあ、その両院部をてこ入れしたいといったような思いがあったんでしょうかね、はい、ホテルサイドからも。えー、そうでしょうね、<ー>であのぜひぜひあの鉄板を生かしたあのお店をやってほしいと言われまして、それで鉄板焼きといえば、松原さんにその白羽の矢がっていう、そ,そういった経緯かかかあ、そうですねあの、まあ、鉄板焼きもちょっと経験がありましたので。うん で、その鉄板、どんな鉄板なのかなとまあ見に行きましてあの、8人つわれる立派な鉄板がありまして、えー、あのこれならというのがもうやっぱり第一の理由のまあ一つでもありますよね、うん、ただねほらあの松原さんはこれまでその広島のね有名ホテルのまあシェフでいらっしゃったりとかその時の雇用ってホテルの一社員だったんですか 雇用形態はいですよね。今ってオーナーシェフっていうことはもうご自身がすべてやらなくちゃいけないって社員じゃないわけですよね。それってやっぱ人生経験積まれていく中で、2022年ってあの松原さん50歳になった頃ですか？ななってちょっとぐらいですよね。もうでも50、50何歳ぐらいですね。52でしたね。ああ52はこれ50代の男性が大変失礼なこと申し上げるかもしれませんけれども、こう人生をかけて 大きく自分のキャリアを変えていくっていうのは、なかなかの勇気かと思うんですけれども、そのあたりって、ご不安とか心配はなかかったですかいやなくはなかったんですけども、うんうん、やっぱりでも、あの前へ進みたいと言いますか、<ー>はいそういう思いのが強かったですね、あそうで,すかで本当にもう、できる、やるっていうのが大きなったそうですね。 うん、うん、ただ、そのまあレストラン、まあ、も,もともとその、ね、あのホテルのに併設されているものですから、さほどその開業資金とか設備投資といったところのお金一からその箱を全部作っていくよりは、少しは楽だったのかなっていう、うん、そんな想像はするんですけれども、えー、もう居抜きの状態ですから、えー、あのこう設備費もかかる投資がもうほとんどないなと思って、ああ、うん、あの、まああのま スタートしたのもスタートするといいますかあの、うん、自分で開業しようと思ったですかね、うんまあ、あのだそのあたりは恵まれていらっしゃったかもしれませんけれど、はい、とはいえ、ですね、はい、これまでの広島でのキャリアを、はい、あの終えられて山口でお店を出す、うん、やっぱりこう住,、ま、住んでいかなく暮らしていかなくてはいけませんからね、はい、そういったものも含めてお金、資金面というのはどのように準備をされましたまずあの、まあ、自己資金はい でですよねでいろいろ、こうあのあとはもう借り入れで、それはもうあのあ、はい、まあ金利も安いということで、うん、あのいざというときのためにあのプールしておいた方がいい、だから、まあ,、うん、あの今は金利も安いから本当に借りときなさいと、あ<ー>そういうふうなあのおアドバイスをいただきまして。えー、であのい、うん、た いましたね何か相談されたりとか窓口に出向かれたりとか山口の市や県行政を頼られたりとか言ったことはありましたかはい、まあのやっぱりインターネットとかでやっぱりその創業を移住とかですね<え>そういうのを見て、うん、であのそれを訪ねていくとまずはあの山口の商工会議所に行ってちょっと規定みたいなのがありまして、はい、1>, 1ヶ月以上。 あと、何回かとか、3回か4回ぐらいは、出向いて、打ち合わせしてみたいなことをして、それから、そういう、どういうんでしょう、創業補助金を受けたりする権利が発生するみたいなのがありまして、でも、すごくいろいろとアドバイスいただきまして、それは良かったと思います、本当に。 そうですか。はい、で、今でも、うん、あの商工会議所の方々にはすごくうん、うん、あのまああの目をかけてもらっていますか、いろいろ助けて助けてもらってますね。そうですね。はい、私も山口のね商工会議所の人よく知ってますけれども、本当に親身になってね、えー、あのいろいろこうアドバイス考えてくださいますよね、えー。出向いた窓口の一つに山口商工会議所があるということですね。うんはい、それ以外には特にありますか？あとは。えーえー 山口産業振興財団さん、あと山口市ふるさと産業振興課さん、あとまた日本政策金融公庫とか、西中国信用金庫さんとか、あと小郡病院組合とか、いろいろやっぱりあの訪ねていくといろいろこう親身になって、どこも助けていただいたと思ってますね。 なるほどこのあとまた、ね、山口市の今ちょっと名前が挙がりましたけれどもね、えー、市の,その窓口の方などにも、ね、あのご登場いただきまして、えー、どういったその制度だったり補助が、ね、助けていただけることができるのかっていう話も、えー、聞いてまいりたいと思います。 えここまではですね J ターンを経験された松原さんに山口市での創業について伺いました山口市ね結構この立地っていう今切り口でお話を伺いましたがかなりのやっぱビジネスチャンスがある街の一つかと思いますぜひご検討ください。The Life もっと知りたい。山知りの暮らし山口ももっと知りたい。たい山一の山市の暮らし。 山口にあります FM 山口の本社第2スタジオからお届けしております「ザ・ライフ・スパイス・オンラインもっと知りたい山口の暮らし」えー、前半はですね山口市でのま創業についてリアルなお話を松原さんからおします。 お伺いいたしました。さあ、ここからの時間はスタジオにまた新たなお客様をお迎えしております。え、まずは山口市定住促進課の渡辺しおりさんです。渡辺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、そのお隣、山口市ふるさと産業振興課の長尾敦さんです。長尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、このお二人にも加わっていただいて、その山口市が持っているそのさまざまな支援制度というところについてね。えー、伺ってまいりたいんですが、まずは長尾さんにお伺いしましょう。えー、ふるさと産業。振 銀行かというところに所属しされていらっしゃいますけれども、まずじゃあ山口の産業という側面から特徴を教えてもらっていいですか。はい。はい、えっとまあ、一言であの産業と申しましてもやっぱりその切り口をどうするか、例えばえっ、ー、とまあ、事業所数なのかあるいは売上額を持ってするのかというところで、うん、まあいろいろな見え方があるんですけれども、はい、今回はあの参考までまあ産業別の事業所数 をあの基準にしてあのご説明の方を差し上げたいと思いますはいお願いします、はい、あのもう見てもらったら圧倒的なんですけれども、はい、山口はやっぱりその第三次産業が8割を超えて、えー、ありますので、まあ、第三次産業を中心としたあの産業構造になっておりますでその第三次産業の中には、えー、卸売業、小売業、まあ、金融業それから宿泊業、飲食サービス業などいろいろな対、まあ、人サービス をあの提供すするあの産業が中心となったあの町になっった町にております、まあ、その、はい、第三次産業の中でもあの特に、えー、主な業種となりますのがその右の円になるんですけれども、えーえー、卸売業、小売業、これが約3割を占めております、それから宿泊業、飲食サービス業、えー、医療、福祉ということで、えー、並んでおります。えー 先ほど来、山本さんと松原さんのお話の中で、新山口駅周辺の今のまちづくりっていうところが、お話があったんですけれども、山口市はですねあの、えー、平成の合併で、小、ま、郡、あ、と一緒になって小郡地域っていうところもあるんですけれども、もともと山口として、まあ、あの県庁があったりとか、中心商店街を有しております、あの山口都市閣。 と大都市てつの,の都市各を持っておりますで、えー、今、あの右側に出しております、まあ、白石とか湯田地区というのはあの、えー、その山口都市閣の方に所在するところになりまして、まあ、こういったところでも、あのー、今、元気な商店街ございますしあるいは湯田温泉という、あのー、宿泊業、飲食業等が盛んな地域も有しております。こ、まあ、こういったところで えっと、小郡ももちろん交通の要所として、今、あの、どんどんまちづくりが進んでおるんですけれども、うん、まあ、白石、湯田、小郡っていう、この特色があるあのま、ー、ちづくりが、えー、それぞれ都市化の中であの、生まれているっていうところが特徴的かなと思っております。そうですね、今、この山口市って、一言で言っても、今、長尾さんからお話にあったように、昔、山口市はと。 えとね、小郡っていう地域は吉木郡小郡小町って言ってて言ましたで平成の大合併でもってその吉木郡小郡町と山口市が合併して、まあ、他にもまだ合併した町はあるんですけれどもあの大きな山口市になって現状19万人の,、はいね、あの人口を抱える大きな山口市になって。はいはい ってるんですよねで今ちょっとあの画面ご覧いただいて分かりますように白石地区って比較的文京地地区区ですねで湯田地区っていうのはあの夜の飲食店が非常に多いエリアだったりいたしますで小郡地域というのが交通の要衝とあります通り何度も出てきますがえ新幹線が止まるところっていうところでね、まあ、それぞれあの今書いてありますが特徴がもう全然違いますえそれぞれの町が、ね、あ,のありますのでそのあたりもちょっと、まあ、なかなか地元民じゃないと細かいところは難しいかもしれませんけれどもえどこにお店を出すのかどこに住まうのか というところでもっても同じ山口とは言いながらも全然その体感的にもね,ね違ってくるんじゃないかなとも思いますね。はい、さあ続きましてはその松原さんみたいに創業をご検討されていらっしゃる方にじゃあどんな創業支援を行っていらっしゃるのかかもも教えててらっいいいですかはいえー、と私ども山口市でですねあの山口市 UJI ターン創業者支援補助金という制度を設けております。 こちらにつきましてはあの県外に1年以上、えー、居住されていらっしゃる方で、えー、山口市に移住して2年未満の方あるいは、まあえー、山口市に年度内に移住する予定の方というのを、あのー、対象にしておりまして先ほどあの松原さんからもちょっとお話が出たんですけれども、えー、と市内の支援機関等によるあの4回以上1ヶ月以上という特定創業支援事業というのがございます。まあ、こういった、はいあのー 山口の支援機関による支援を受けてあの山口市内で開業されるっていう方を対象にあの補助率3分の1、最大50万円まで補助ということで、えー、下の表にありますように、まあ、あの開業に伴って必要になります機械器具整備購入費でありますとか、はい、あるいは施設の改修費こういったものをあのご支援の方をさせていただいておるということになっております。 すごく助かりました。<laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> <laughs> <laughs> でも本当にこれがなかったら、ちょっと、あのー、 来てなかったかもしれませんね。そのぐらい名古屋市行政のバックアップというのは大きかったと。ありがとうす。はい。なるほど。名古さん補足ありますかまだ。あ、ええと大丈夫ですよ。大丈夫あのまあ時間も限られるので、あの他にもエリア別の支援制度でありますとか、先ほどお伝えしましたその商店街の空き店舗対策でありますとか、あるいはまあ湯田温泉のあの回遊促進という形で、あのいろんな補助金の制度を山口も持ってるんでですね。まずあのごご相談いただいてどこの こういったあのエリア別の支援制度がはまる物件もございますしす、ねえー、はいあのまずはいろいろとご相談いただければご支援のあのメニューの方をご準備できるかと思いますので、うん、このあたりはまず山口のねあの行政の窓口の方に聞かれるのが一番早いかと思います、うんうん、今ねあの配信ご覧なってらっしゃる方遠慮なしにご質問等があればですね書き込んでくださいコメント欄、えー、すぐスタッフが拾ってですね私どももご紹介できたらなと思っておりますよろしくお願いいたしますさあここからはですね山口定 移住促進課の渡辺さんにもお話を伺ってまいりましょう。さあ、渡辺さん、えっとこの松原さんみたいに移住創業をお考えの方への、その定住促進課の支援というところを教えてもらっていいですか？はい、はい、えっと私たち定住促進課ではですね。えっと移住者移住を考えられている方の幅、広い支援を行っております。 例えばあの移住に来られた時の,あの下見であったりだとかあの住まいの情報であったりだとかですねあとは移住の関係の補助金などもご用意しております。で今、写真3人写っていると思うんですけれどもこちらの3人で、えー、と皆さんのニーズに合わせてですねいろいろなお手伝いをさせていただいております。で今日はこの中、あのの中中移住者の補助金ででもですね一、えー、つ と YY ターン支援交通費補助っていうものをご紹介したいと思います、うん、こちらが県の補助金になるんですけれども山口県外から山口県内に移住を考えられていて、えっと下見をされる時であったりだとか面接をされる時などに使うことができる補助金ですで えとかかった交通費、往復の交通費の1 2分の1が対象になりまして、上限が3万円で支給されるようなものになっています。もし山口市の方に下見を考えられているということで、来られるのであれば、山口市役所定住促進課のであでご相談が必要になりますので、そのはあは定住促進課までご連絡いただけたらと思います。 まずは定住促進課さんに一旦相談。ご、ねね、報告をなさった後で、こういった手続きが取れるということですね。はい。はいそうですね。流れがこのような形になっています。はい。はい。最後にですね、あのー、今ご紹介した補助金以外にも、あの、四月からまたパワーアップしてですね。新しく加わる、あのー、補助金の制度もございますので、詳しい情報は随時。山口市移住情報サイト、すむすむ山口で、あのー、ご紹介してまいりますので。 あのそちらの方もご覧ください。またあの SNS も同じお名前であのやってますのでぜひフォローといいねをよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。以上ですかね。はい。はい、ありがとうございます。えっと今ちょっと台本を丸読みしてもいいですか私ね。えっと新たな環境で創業するとなると住まいも早めに確保しておきたいけれど十分な時間がかけられない場合もあると思います。 補助金を活用していただきたいですね。ってのは、これは私は受けのコメントなんですかね？これね。すいませんね。<laughs> <laughs> すいません。えー、っと、えー、住まいの選択肢はどのようなものがありますか？ かっこ書きに賃貸マンション以外に庭付き戸建て、空き家の利活用などとありますけれども、こ,この辺って渡辺さんからちょっとご紹介いただけるんでですすかそうねあのいろいろな選択肢はあると思うんですけれども、定住、えー、促進課の方にご相談いただいたときにお答えしているのは、ですね、はい、まずは一つと、空き家バンク制度っていうものがございます。あはい、でこれがああの北部で言ったらあと 独自日本あと南部で言ったら、ああい二島地域が対象になっているものになるんですけれども、空き家を売りたい、貸したい人と空き家を買いたい、借りたい人のこうお引き合わせをするような制度になってまして、該当、うん、の地域がそこであれば、その物件がご紹介できるっていうのがありますね。はい、今、空き家バンク制度という制度のご案内いただきましたが、今言われた地域が、 私、今ピンときましたけど、山口の北部エリアと南部エリアですね。そうですね山口があるようなど真ん中はちょっとじゃないってことですね。そうですね。まあうん、ただ、その真ん中の方で、あで考えられている方については、はい、あの宅建協会さんであったりだとか、はいはい、不動産協会さんというところがよく、うん、あの地域ごとの不動産をご存知ですので、うん、そういうところとおつなぎするっていう方法もございます。うん、なるほど。 そうですか。山口本当南北にまあ、長いというか、はい、広いのでね。うん、どこに住まわれるか、どこでお店を出されるのかっていうところも全然変わってきますから、うん、このあたりはやっぱりこう市の方にね。しっかりと聞かれたらいいんじゃないかなと思います。あとえっ、ー、とね。今カンペが出ました。1泊2日であっても対象になるのですか？あ、これは質問いただいたんですかね。うん、あ、ありがとうございます。うん、ちょっとそのあたりはいかがでしょうか？そうですね。うん、あのー。 1泊2日の中であの移住に関するあの体験をされて、まあ、例えば、下見とかスーパーの,あの下見とか何でもいいんですけど移住に関することを半分以上されているのであれば対象にななりりまますするほどありがとうございますあの今ね、ね松原さんはその山口市はおごりというその陸の玄関口も新幹線が止まる駅の目の前で今ビジネス。 えー、ご商売をなさってるわけですけれども、はい、渡辺さんあの、の松原さんにも聞きましょう、住まうっていう観点ではどうですか、うん、暮らし、もうお店に立ってらっしゃることの方が長いと思うんですが、<laughs> く暮らすっていう視点からどうですか、山口。あの気候はいいですから、周りの人も皆さん、あのまあ、 あの転勤とかで来られた、うん、来,来られてあの山口に住んでる方々も、ね、あのすごく住みやすいとか皆さん言われてますか本当ですか、はい、子育てもしやすいなんかすごい、うん、ああよく聞きますその住みやすいというのは暑い寒いっていうその気候的なものなのか人的なものなのかちょも,もう少し突っ込んだでいくとどういったところが住みやすいですかまず気候はいいです気候がいいすごくいいですあ,、はいはい、あと人もやっぱりあのまあいいんじゃないかと思いますね、うん、あの うん、あの、あとどど、具体的にどう人がいいとかいうのが、なんかちょっと今、出てこないんですけども、うん、あ,のあとは、そうですね、うん、逆にほら、うん、スタッフさんとかっていらっしゃると思うんですよ、はい、お店で働いてらっしゃる方って、はいあの、むしろ地元の方を雇用されてらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、はい、そのスタッフさんとかのにに人間性とか、どうですか。 あ皆さんいいですよすごくいいです。お人柄。あ本当に嬉しい自分が褒められてるみたい。山口の人間なんで。あの老若なんで。皆さんいいですね。あ本当ですか。あのすごく仕事もよくやってくれますし。真面目ですよね山口の人ね。それは思いまあそれぞれあるとあるんですけどやっぱ皆さん明るいのもありますよね。ああ、そうです。か。 いいですね。はい、住みやすいということでした。渡辺さんどうでしょう。うん、まあ松原さんね、こうやっておごり。 選ばれていらっしゃるんですが渡辺さんから見て山口という、まあ、市全域あの北部はちょっと寒くて南部はねあの、うん、山がなかったりしますけれども <laughs> 暮らしいや住むっていう視点から見てどうですかそうですね、えー、あの移住を考えられている方もまさにその自然がいっぱいあるところがいいとか、うん、海が近い方がいいとか、うん、利便性があるところがいいとかそれぞれあるので、うん、山口市はまさに海山町それぞれあるので,そ,で、ね、そこを選択できるっていうのはとても あの暮らしの選択肢としていいかなと思ってます、うん、ですね。名古屋さんもしこの時間を補足したいことがあったら、うん、よかったらお話ししていただけませんかそうです、ね、今会話の中にごめんなさいそうですね触れなかったので私どもはやっぱり、うん、そのお仕事であったりビジネス支援なのにどうしても移住するってなるとじゃあその先の仕事をどうするかっていうのはやっぱり一つ大きなあのー クリアしな,きゃしなければいけない課題だとは思うので,です、ね、えー、そういった面ではあの、ま、松原さんみたいにも、もここに可能性を感じて、ここ,でうん、ここでなら仕事ができるんだっていう方、やっぱりそれを感じていただけるというのは一つ特徴かなとは思いますので、でね、暮らしやすさとそういった仕事に対しても不,満不安を持たずに、ここに移住していただけるというのが一番ありがたい話かなと思います。すねはい、ぜひ、はい、そのまあ あのまあ、松原さんの場合はこちらで創業をなさったケースですけれども、うん、山口市というところにまずは移住してで、まあ、その会社にまあ、ね、就職したりとか転職するっていうケースも多々出てくるかと思うんですけれども、うん、どんな職業どんな職種どんな会社があるのかっていうのはぜひまた長尾さんのような、ね、ところの窓口に出向いていただいて、うん、いっぱいこうあの不安だったりとかもね、うん、あのお話をしてもらえると、うんえー、丁寧に教えていただけるんじゃないかなと思っております。 はい、えー、ということで、ここまではですね山口市の方に、えー、移住創業をする際のさまざまな支援、えー、制度について、ご紹介をいたただきました、えー、続いては、ですね松原さんみたいに、移住創業を考える場合に、じゃあ、具体的にどのように進めていったらいいのかという話、どんな選択肢が待っているのか、可能なのかというところを探っていきたいと思います。 ライフスパイザ「もっと知りたい山口の暮らしもっと知りたい山口の暮らし」。 さあ今生配信をご覧になってらっしゃるあなたもですね遠慮なしにコメント欄にあの今抱えてらっしゃるご不安だったりとか実際にじゃあ山口市ってど,どんな町なんだろうとか本当シンプルな質問でも構いませんのでねあの山口市在住歴が長い私がお答えしますお <laughs> お待ちしております。 さあここからはザライフスパイスオンラインもっと知りたい山口の暮らしよりイメージが膨らむ時間になったらいいなと思いましてお三方と一緒にちょっと移住創業についてざっくばらんにねあのも,もっともっと踏み込んでいろんな話を本音で語っていけたらなと思っております、えー、まずこの創業の準備と新しい住まい探しこれ同時に進めていくのって本当 本当に私、大変だったんじゃないかなと思うんですけど、<ー>そのあたり、ちょっと本音で語ってもらえませんかお話し合ったときに、はい、よーし、ほいほい行こうっていう気になった感じが今、するんですけれども、<へ>悩まれませんでしたいや、それはあの悩みはしましたけど、え待ってちょっとプライベートなこと聞突っ込んでいいですか。 山口来ちゃったんですかこの旅あのー、最初にまあ妻に話したときは、ええ、私は行かないわって言って今どちらにお住まいなんですか、あのー、広島市内のですね、ええ、松田スタジアムに近いところに住んでますめちゃめちゃいいところじゃないですかでもあの、えー、上の娘は今年大学を出て就職決まりまして、ええ、で下の娘はもうあの 高校出て働いてましたんで、はい、で家内もあの、えー、テレーワークで家であの働いてますから、あのお父さん一人で行ってきてね<う>っていう感じでした。<う> <laughs> まあまあ単身じゃないけれどもお一人で山口に。 こ来られたら、ね、そうですねその時正直なお気持ちどうですか寂しいと思われたのかそれとも一人でも大丈夫と思われたのかあ,あ一人で大丈夫と思いましたあ,あ本当に、はい、でも大丈夫じゃなかったですねどういう面が大丈夫じゃなかったですか、あのー、そうですねやっぱりちょっとこうなんかこうサポートなんかサポート聞いてほしい時にちょっとそばにいないとか はちょっとまあラインとか電話でしたけどもええまあでも不思議なもんで慣れって怖いもんで、ね。<laughs> <laughs> 2020年10月開業ですからもう今2022年3月ですので 1>,、はい、1年半。そうですね,ですねはい。うん まあまあ今ほらラインとかそういう便利なものがありますからねまあ、正直広島もほらそれこそ今立地じゃないですけれども新山口駅から新幹線に乗って広島って新幹線は30分ですよはいめちゃめちゃ近いですよね、はい、乗って何回か深呼吸したらすぐつきますよねほんと近いですよね、はい、そういった意味ではまあ買い出しやすい地域です、ね、あそうですねですからもうちょっとあの買い出しに 行くとかいう感じであ<ー>もうあの何回かはそうでしたか。はい、まああの私は行かないわというその奥様の一言がありながらも <laughs> ご自身の決断は強かったわけですね。そうですね。<ー>あのまああのまあ家内は割となんか理解力がありましてあの<ー>まあ昔から自分で会議をあの店やりたいと言ってたから<ー>いつかはそんなこと言い出すんじゃないかとかは <laughs> 思ってたとかでは言ってましたけども。この辺のご理解もう前目から終わりだったわけですね。 そうでしたか。あとお嬢様が大きくなられたのも大きいですね。それはもう、うんまあの僕自身がやっぱりもう、うん、もう大丈夫だなと思うので、うん、はい、うん、それはありました。あ,あ、そうなんですね。あのー、今ちょっとまた質問が来ましたね。ありがとうございます。ちょ,ちょっと話が突然変わってごめんなさい。えー、創業補助制度について質問ですと。 個人事業主での開業も対象になりますかと今いただきましたこれはどなたにお伺いしましょう私がお,、はい、お願いします、はい、長尾さん個人事業主の方でも対象になります、はい、対象になるということですよ、はい、であのまあ松原さんみたいにこの会社にお勤めされていらっしゃった方が辞めて自ら起業されるっていうときにはあの対象になりますのでですね<あ>ただ、うん、あのもう従前から起業されていらっしゃる方が移転をするってなると 山口での企業創業にはならないので、あ<ー>そこだけはちょっとご注意いただければっていうところではありますけれど,ど、うん、あの個人事業のの方も対象にはその辺気をつけないといけませんね、からもそね山口から一からやるっていうケースじゃないとそうです、ね、山口で企業創業を始めて開業届を出されたりとか、<ー>会社の設立届を出されたりとかっていう方をご支援する制度にしておりまして、ねま、参考までにですね、うん、あのー、ここ、近年の傾向でいきますと、まあ 福岡県が3県、東京が3県、はい、であと広島、えー、兵庫県等々からあの u j i ターンの,あの補助金を活用していただいて、ね、山口で開業されていらっしゃる。 いろいろ業種あるんですけど飲食業さんであったりとか、うん、例えば洋菓子店さんであったりとか、うん、小売業、リビー業、うん、それからコンサルティング業とかいろ、まあ、んなさまざまな業種を対象にしておりますのでぜひ、うんはいろんな形でご相談いただければ。 窓口ってね、今ほら、渡辺さんと長尾さんにお越しいただきました。はい、それぞれお二方、まあ、似てるようで、実は部署が全く違うと思うんですけれども。<ー>今ご不安に思っていらっしゃる方や、オンラインで山口氏に興味持っていらっしゃる方って。まず、窓口って、いくつもあると思うんですが。何かに行くのがベストですか。ない、それ相談内容にもよると思うんですが、<ー>ちょっと松原さん聞きましょうか。<ー>まず、はい、まず一番最初、どこ行きました。僕の場合は、やっぱり、あの、えー。 山口商工会議所にきます最初商工会一緒に出向かれたんだそこに行かないと始まらなかったんであ、なるほど、ええ、まずはそこから行かないんですね、はい、今じゃあそのいらっしゃる山口市のふるさと産業振興課定住促進課以外にもなんかこう,こう支援できるようなサポートのかってあるんですか山口市や県とか他にもいくつか移住の関係ですね、うん移住 その,の関係だったら、たらあの東京だったら、東京の山口暮らし支援センターだったりとかですね。えー、大阪の方にも同じようにありますので、えー、あの関東、関西とそちらの方にご相談いただくのがいいかなと思います。あなるほど、ちゃんとあるということです、ね。皆さんの地域のね、えー、っとね。 こういった質問も来てますよ特に手に職はなくまず移住してから職を探そうと思ってますが私、これありだと思うんですけど、うん、そういうせい計画でもいいと思いますかって言ったようなねあの質問も来てますがちょっと松原さん聞きましょうかどうでしょう、松原さんとは違うケースかもしれませんがそうですね、うん、あの全然いいんじゃないでしょうかなんか仕事はたくさんあるんじゃないかと思いますが。うーん 先ほどほら山口のその産業って言ったねそのグラフ円グラフを見せていただきましたが長尾さん、結構その業種というか職種というか企業も山口市、多いでですすよねね、はい、そういろ、ねうん、んな企業さんがありますし、ええ、あの、えー、と私どもがですねあの企業創業支援の中であの先ほどちょっとお話出ましたあの新山口駅そばにある KDDI 新ホールの中の,あの産業コールスペース巡り場っていうところを所管してまして。で あの松村さんのようにもう事業が決まっててあとは事業計画だったり資金あの融資先をどうするかとかっていう話であれば商工会所さんとか金融機関さんっていうのをダイレクトに支援機会になるんですけど産業コールスペース巡り場の特徴は、うん、そのビジネスアイデアを壁打ちしながら実現に向けて支援をしていくっていう、はい、その一歩企業をまだ漠然としか考えてないけどそれをどうしていくかっていうのを支援するっていうところになってますのでそういったあの 産業コールスペース巡り場っていうのも支援あの活用していただいたら今みたいなの話をどんどん具現化に向けて一緒にで,できるかなと思います自分の中の中にあ,あるアイディアがまだふわふわしているときって誰に聞いてもらっていいかとかわからないじゃないですかなのでそういったときにまさに新山口駅のすぐそばにできた KDDI 新ホールの1階に今ちょっとホームページ出てますが巡り場という産業交流の場 これすごく綺麗なカフェみたいなおしゃれなスペースで私も何度かお邪魔をしたことがあるんですけれどもここでね今アイデアを持った人たちが複数集まったらまたすごいビジネスチャンスがね生まれるかもしれないしこういったところに出向かれるといいと思いますね,すねこれもアクセスがいい場所にありますで,す、ねはい、で今同じ方からねあのいただいたコメントでちょっと渡辺さんに聞きたいんですけど山口に住みたいというのがまず目的なんですって、うん、これって山口に住んでる我々からすると、うん、あもうほんとようこそぜひいらしてっていう気持ちにな あると思うんですが、うん、あの山口ってそれこそほら北部ねその街中南部と縦に長い市じゃないですか、うん、またどこに住まれるかっていうところによってもまた生き方そのものが変わってくるんじゃないかなと思うんですが、うん、そのあたりどうですか、うん、そうですね、うん、まあ、まだ漠然と本当に山口に住みたいっていうだけなのであれば、ええ、例えばまあ あの利便性のいい街中の方から、うん、あの住んでみるのを始めて、うん、例えばまあ北部の方で自然感じたいというのであればまたちょっと北部の方に行ってみるとかですね、うん、まずは真ん中でこう様子を見てみるっていうのもいいかなと思いますもう本当、まあ、い,い,いいご提案かと思いましてください、ね。えっと ああなるほどですねはいありがとうございますちょっと待ってくださいね今の話ちょっと進めていいですかあの山口市に私も雲十年と住んでる私から言いますと山口市って山口県全体を見てもらった時に本当にね内陸ど真ん中なんですよ、うん、で山口は中部から北部に関しては周りに山が多いですで南部小郡エリアその新幹線が止まる小郡から南部に行くと今度は山が少ないので海沿いになってくるんですよね 時間ががちょっっと長いようななそんな印象がありりますでやっぱりこう暮らしていく上で暑い寒いっていうのはとても大事になってくるかと思うんですけど北部ってもう北部っていうだけあって標高が高いので冬場本当に冷え込みますただ、えー、そこで農業をしたいとかりんごを生産したいだとかそういう何かこうものを作ってね あの暮らしたいという方は多く住まれていらっしゃる方も多いですただ交通の便はちょっと不便になってくることも多少はあるかと思います雪や峠を越えなくちゃいけないっていうこともあるのでやっぱこう雪が積もった時にはまあ、それはね雪国の皆さんとかもご経験あるかと思うんですけれどもそのあたりのアクセスの不便さあります山口市に住むまりのであれば大体皆さんも車の運転や車の免許の取得はマストじゃないかなとこのあたり私もかなり本音で今おしゃべりを しております街中になると例えばコミュニティバスだったりとか、えー、バスはもちろんですね JR なんかも走っていてあの便利なところ駅が近いところっていうのもあろうかと思うんですけれども今ちょうど出てますね街中あると思うんですけれども南部や北部になれ,な,なればなるほど車っていうのは必要になってくるかなと思いますただ山口これは県全体の大きな特徴特に山口市は顕著だと思うんですが道路コンディションが大変いいです。 で人口が相当都市部ほど多くないので車が混雑するっていうこともあまりありませんしこう道が大変いいので車を持った方はやっぱり走りやすい運転しやすい地域なんじゃないかなっていうのはあります。そのあたりのりご不安はななないいいんじゃないかなと思いますね。 なので今山口に住みたいというのが目的だという方山口の何を堪能したいのか海なのか山なのか街中なのかまた人との触れ合いなのかそこで2 0時間どんな時間を過ごしたいのかというところをもう少し洗い出していただきますとじゃあどこに住むのが自分にフィットするのかなというのがイメージよりできるんじゃないかなと思いますまたご不安になった時には渡辺さんの部署など、ね頼ま、頼ご,ご,ご相談されたらいいんじゃないかなと思いましたさあ続いての質問なんですけれどもえー、っとこれね神奈川 山口で配信をご覧になくださっています方、事業が軌道に乗るかご不安だというね、どういう事業なのか分かりかねますけれども、今、不安を抱えてらっしゃる方が、今配信をご覧になってらっしゃる方の中で複数名いらっしゃるということなんですが、ちょっと松原さん、聞きましょう。その不安、はい、不安これ、それぞれなんていうの、心の持ちようにもなるのかもしれませんけれども、はい、不安が。 払拭、払拭の仕方、払拭できたとき、何か、その、ここで事業を始められるまでのお気持ちを、もう一回教えてもらっていいですか。不満はね、今でもある。でいいですね、正直で。あります。はい。あの、気を緩めちゃいけないなと思ってます。常にこう、やっぱり、あの、数字は出してますし。売り上げって意味ですよね。やっぱり、それが一番大事なとこなんで。ただ、やっぱり、あの、それは、あの。 それも含めて、あの楽しめてますね,そうですねはい。あの私、そのダイニングの鉄板焼きさくらさんの SNS をちょっとチェックしたんですねチェックさせていただいたんですツイッターなんですけれどもあれってアップされてるのって松原さんご本人ですかいやもうスタッフさんもうそれぞれの人にそれぞれあのあ<ー>お願いしてますもう適材適所のスタッフさんをちゃんとこうやってらっしゃるその日に出勤した人が、ええ、あの何時出勤の人がやるあげるとかああそうなんですね、はい ですから、ちょっとあのそれぞれあのあのコメントもあ人によってちょっと違う感じが出ると思うそうなんですか。はい、私ね、これ同じ人が挙げてらっしゃるのかなと思った、なぜかというと、はい、誠実さがとても伝わったからです。あそうです 食べるもの今日のメニュー本日のテイクアウトはこれだっていうことコメントがあの一人を一人、まあ、私違うって聞いて逆にびっくりしたんですけれども、はい、あの愛情と食に対する愛情とえ地域の皆さんに向けてのそのなんていうでしょう新しいものを届けたいっていうその思いが温かく伝わってきた SNS なので今の時代ってやっぱこういう SNS でねこうインフォメーションを届けていくっていうのもあのとても大事な時代かと思うんですけれどもこういうのもねあのやさなんかこう温かいなっていうものを感じ いましたね。ええ、そう。はい,やいや、本当、こういうのもとても大事だと思いました。えー、っとね。愛知県、東京都、福岡で今配信をご覧になってらっしゃる。 えー、方ありがとうございます、えー、移住検討状況というところでなんとなく移住を考えていらっしゃるっていう今ことなんですが情報が少ないとありますあなたが移住・創業しようとする時の課題は何ですか情報が少ないとありますけれどももっともっと知りたいことがいっぱいあるっていうことじゃないかなと思うんですが山口市のお二人にお,うたお伺いしたいんですが長尾さん渡辺さん、えー、どこに情報ありますか <laughs> <laughs> 真摯に反省をしないといないところはあるかもしれないですけどもっともっとまあそうですね。<laughs> あの移住情報サイトっていうのがあってですね、す、うんはい、むすむ山口っていうところの中には、あの先ほどお伝えした空き家バンクの情報とかですね、えー、その他の移住の情報、あの補助金の制度などですね、えー、住まいの情報、空き家バンク以外のところの部分もですね、ご紹介させていただいてますので、はい、よろしければそちらの方も。 あのご確認いいたただけたらと思います逆にね今愛知県と東京都と福岡でご覧になってらっしゃる情,情報が少ないなちょっと山口のこともっと知りたいのにと思ってらっしゃる方に私から逆質問なんですけれどもいいですかどんもっともっとこの何ていうんだろうエンターテインメント的なことなのか遊び場なことなのかもっとこの住環境だったりとかその,その学校とか、ね、子どもたちが遊べるような空間があるのかどうかとか。 なんか,そなんかもっとねその暮らしの,の,の特化したものなのかも職業とか企業とか創業に関するものなのかとか具体的に教えてもらうと私あの、おしゃべりなのでねいくらでもしゃべりますからね <laughs> 私が知らないであればご紹介できますしまた山口市、ね、専門家の方がいらっしゃいますからあのそのあたりはしっかり丁寧にご紹介できるかなと思います。はい ああこの辺私の得意分野かもしれませんね東京都でご覧の三十代会社員の方ありがとうございます余暇の過ごし方というふうにいただいてますけれども朝から晩まで厨房に立たれている松原さんはどのようによくを過ごされてるんでしょうか <laughs> 休みの日は<え>やっぱりなんか数字合わせとかなんかもうずっとですね <laughs> もうやっぱり今は仕事のことで、うん、なんかあのちょっとこう後回しにするタイプなんでううのまさにしょ 明日にちょっとか思ったやつとか仕事が溜まって、えー、で休みの日にこう全部するとかいう感じになってますんで、えー、なんかあのゆっくりできないですね。ああそうですか。とはいえあのあの一昨日はあの 北九州のコストコに買いに買い出しに行くとかしてますね。コストコ北九州にあるんですって。山口県内残念ながらコストコないんですけど、まあ正直に言えばアルクっていうスーパーが時々コストコフェアやってますので、<laughs> 山口県内にいてもコストコの商品は買えることは買えますよ。<laughs> ええ、<laughs> あそうなんですね。はい、でもコストコに買いに行くっていうのはやっぱり食材ですよね。あ、そうですね。やっぱりやっぱこうお仕事のね。うん ことをね考えていいらっしゃいますどうかこう釣りに行ったりとかサイクリングしたりとかあ<ー>お嫁あの奥様に電話したりとかないんですか、うん、あそのサイクリングとかはないですでももうもうあと1年2年す,すればレノハを見に行ったりとか、うん、あそうですね、えー、野球プロ野球見に行ったりとか。 できるんじゃなないいかなと思いますけど、ね、レノファというのは山口にもねプロサッカーチームがあるんですよ J2、うん、なんですけどねあのカテゴリーはレノファ山口、えー、検討しておりますのでね応援よろしくお願いいたします。山口市内にはね、まあ、陸上競技場なんですがレノファのホームゲームスタジアムもありますしスポーツ観戦なんかもねしっかりこう声を出して応援できるようなところが実はあるんですが、まあ、コロナ禍でまだまだね,ねえ難しい部分もあるんですけれども山口もスポーツがお好きな方も十分楽しんでいただけるものがございます。えー、じゃあ渡辺さんのご さんからも聞きましょうかよか <laughs> の過ごし方 <laughs> 市の職員の方どのように過ごしてらっしゃるのか教えたいですね興味深いですよ私はですね、えー、あの街中に湯田温泉街っていう温泉街があるので、えー、あのよくあの疲れを癒しに温泉に行ったりしますねす忘れてました湯田温泉の存在をえ <laughs> 山口市には先ほど湯田温泉ってその夜の街っていうかねその飲食店街が多いっていう話をポロッとしましたが湯田温泉というまあ 地名が表すように、実は温泉街があるんです、山口のど真ん中になかなかないですよ、街中にど真ん中に温泉街っていうのはなかなかないです。私もね、あの温泉の森っていうところに行って、うん、<laughs> あの疲れを取ったりとかね、時々しております。なので、まあ、そういうリフレッシュができる施設、エリアっていうのも山口の実は街中にあるんだっていうところもねあの知っていただけたらと思います。長尾さんいかかがですか、はいえー、ですすえっと私はね最近まあ,あの 仕事の絡みもあるんですけど、KDDI 新ホールでいろんなイベントするからですね、えー、あの物産フェアにこの間、家族でみんなで行ったりとか、はい、あるいはの、えー、と新山口駅のところ、まあ、今、小さい男の子がいるんで,で、すね、うん、あ,そあの場所に行ったら、貨物列車が。 通ったりとか、はい、新幹線が通ったりとか、エスエルが通ったりとかっていうので、すごいはしゃぐんで,ですね。<laughs> はい、なんか最近はそこが熱いスポットになっちゃうんですね <laughs>。やっぱ鉄道ファンの方からすると、<laughs> もう本当ね、いろんなホームがわーってあって鉄道が見られるっていうね。そ,うねそれはもう、そこすで、うん、に熱いスポットになってますね。うん、さあ、そろそろね、あの時間が迫ってまいりました。あの移住や転職、創業に関して、山口に興味お持ちの方。あの、もしよろしければ、遠慮なしにですね、あの、書き込んでいただいて、まだまだコメント欄に書き込んでいただいても。結構 ですしまたもっと知りたい方は専用のホームページもあるということでスムスム山口でしたかねあちらもねぜひ合わせてご覧いただけたらと思いますえさてえー <laughs> the ライフスパイスオンラインもっと知りたい山口の暮らし お別れの時間が近づいてまいりました現在8時57分なんですけれどもあのどうだったでしょうか山口のね町、えー、の可能性というのをちょっと短い時間でありますがお感じいただけたら大変嬉しいです、えー、せっかくですのでお三方からね今一度配信をご覧の皆様に、まあ、山口の PR またお店のね PR も合わせて、えー、お願いできたらと思いますでは渡辺さんからお願いします。はい えーともし移住を検討されている方であの何かわからないことであったりだとかあのここはどうしたらいいんだろうという相談があればですねあのメールでもあのお電話でもあのオンラインでも相談をやってますので、うん、ぜひや山口市定住促進課までご連絡いただけましたら助かります。はい 定住促進課というところにね、えー、所属してらっしゃいます渡辺さんでした。えー、では長尾さんお願いします。はい、えー、山口市ではあの商工会議所さんや商工会さんそれからあの各金融機関さんとも連携しながらあの皆様の企業創業のサポートをあの全力で行いますのでぜひあのいろいろな ご相談いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ふるさと産業振興課というところにね所属をされていらっしゃいます。では、えー、新山口駅の南口新幹線口の方にねありますホテルアムゼ新山口この1階にねお店を構えていらっしゃいますダイニング鉄板焼き桜のオーナーシェフ松原さんからも一言お願いします。はい、えー、明るくて広い店内です。うんえー、女性お一人でもあの安心してお召し上がりうん、うん、お食事ですねあの できると思いますあのぜひあの一度お越しいただければと思いますあの移住とかですね考えていらっしゃる方もぜひお寄りくださいお待ちしておりますそうですねアクセス大変いいところにありますからもし本当に山口市内にね住みたいな住まいを検討されていらっしゃる方本当のお腹を満たしに桜までいらしてください お待ちしております。はい、えー、皆さんの今後のヒントにつながるような何かね回答を見つけられましたでしょうか、えー。最後までご覧いただきましてありがとうございます。えー、本日のご出場ご出演はダイニング＆鉄板焼き桜オーナーシェフの松原浩二さん、そして山口市からふるさと産業振興課の長尾厚志さん、定住促進課の渡辺しおりさんでした。えー、本日のナビゲーター私山とよしこでございました、えー。なおこの配信が終了した後、えー、アンケートの画面が出てくるかと。 思います、えー、お答えいただいた方の中から抽選で5名の方にダイニング鉄板焼きさくらのローストチキン今出てますね美味しそうですね柔らかくてジューシーだそうです、ねえー、こちらローストチキンをプレゼントさせていただきますアンケートへのご協力よろしくお願いいたします、えー、では松原さん渡辺さん長尾さんこの時間までお付き合いいただきましてありがとうございましたありがとうございました,ご,ましたご覧いた,、えー、いただいてらっしゃる皆さんもぜひ山口への移住創業ご検討くださいまたお会いしましょう ありがとうございました。